この,間の、えー、に土曜日にはい「DreamsComeTrue」のライブを見に来ましたねそうなんですあの香織さんが追加席のチケットを当ててもう直前1週間前ぐらいに当たってすごいよね香織結構その辺のくじ運というかそうですあるよねこここのところ前回行ったって ワンンダーランドもそうだった気がするもうなんか全ての抽選という抽選に落ちてもう今年はダメかって <laughs> こうブルーになってたらなかなかね人気のあるそういうバンドのチケットってのは、うん、まずファンクラブ入ってないという、ね、そうだね、まあ、そ入ってないのもどうかと思うわけど、ね、そうよねファンだファンだ言ってる割に入ってないっていう。 言われちゃったらね。そうなんですけど。特に返す言葉もないですけど、うん。なんかでもその公演の直前になると。こう、あのセットとかが決まったり、あの。会場でのね、ねセットが決まったりとか。なんかそうすると。あの追加席って結構出るんです。よね。回、ね、そ,そうそうそう、そう、ね。前回もスーパーアリーナだっけ、やっぱり。スーパーアリーナだった、ね、埼玉。埼玉のね、うん。 そこの時も確かそういう、ね、そううういでしね今回もその席をかおりさん見事に当てて、はい、見に行くことができましたで今回はあの「のワンダーランド」の年ではない「はいワンダーランド」って4年に1回なんだそうですね,ねその時はなんかものすごい応仕掛けな、うん、ねもうなんか演奏する曲もファンの人たちが好きなもうベストアルバムに入っているような曲ばっかりをやるっばっかりをやってそれでもうなんか 最大の史上世界最大の移動遊園地みたいな感じでやってる、ねはいはい、そうですねセットもド派手でね、うん、美和ちゃんも飛ぶし飛びまっくるよ、ね、<laughs> そうそうそうマサ、ま、さ,さんも飛ばされたりするしてそうだね一緒になって飛ぶよねそういうド派手なライブが大体4年に1回あって、はい、でそれ以外の時にはそのアルバムの、ね、ツアーとかそうですね 裏ワンと言われる、ね、ワンダーランドの裏的なのあそういうベストアルバムとかには入ってこない曲なんだけどファンの人たたちが好きなな曲をやるみいそういうのの予定だったんだけど、うん、今回はなんせそのコロナでいつライブが、ね、可能かどうかう前にもさあの「ワンダーランド」見に行った時に言ったけどあの俺がどうしても計算するって。 どうしてもライブ見てると計算しちゃうのよ。<laughs> はい、あこんだけの人数使って照<ー>明さんでこのぐらいバイトの人でこのぐらいで、うんえー、警備員このぐらい雇ってとかダ <laughs>、ね、ンサーがいてそれあのこれのだけの場所を取るスペースを。 やっぱりホールクラスのところを借りないとステージのリハができないから、うん、そう思うとその照明とか音響とかのあのま,たまた最近はパソコンでのスクリーンとかを合わせたとかさそう,、ねうん、そういうのまでやると思う大変じゃない、うん、それがどのぐらいでかかるかなと思って計算したところライブ中に計算したところ何してんのなじゅ何億だっけな 単位になったのよだからそれでそれからチケット代をこう全部ここが満席になったとしてっていうのを計算すると、うんうん、え儲かってる大丈夫っていうぐらい <laughs> あそうだったのよ、うん、だからなんかそれも心配になっちゃうし、うん、だそのましてコロナ禍でやれるかどうか分かんないものにそれだけの前準備とリハと人の確保をしたらさ、うん、それだけで そんだけのお金になっちゃう、ね。そうですね。実際九月の幕張公演は中止になっちゃんですよ。うんね、そのま前月のやつは中止になっちゃったんだよね。そう思うと、かわいそうよね。なんかそのうちのチケットを持って。楽しみにしてた人なんかはね。うん、ねだそういうこともある。ね、席がね、一個ずつ入いて,て。入ったりしてたね。まあ、よかったです。てなんか。そうですね。になんか見やすかったし。うん、前に大きい人がいても、ちょっと余計なし。うん、<laughs> そうそうそう。なんか平気で隣の席のところでこう。<laughs> あの歳流もぶん回せるし <laughs> なんか気にせずに前のあのファンの人は思いっきり踊ってた、うん、あそうですね全力で踊ってたねなんかねはい私踊りやってるからびっくりッ <laughs> チャー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 チ本気やんこれって思ってそうだね私の隣のお姉さんたちも踊ってました全力ですごいね、うん、やっぱね毎年だからそれを楽しみにねしてる人が多いんだろうね まあそういういライブでだから今回はちょっと編成がね、はい、あのだからアコースティックそうですねメンバー少なめでアコースティック風味風味って感じのね、うん、だからなんか DJ が入ったりとかするから必ずしもアコースティックではな、ね、い、うん、コンピューターからの,あの同期物の,の音なんかも出してるからね、はい、だから完全アコースティックではないんだけど、うん、アコースティック風味のそういう少人数編成のライブっていう。はい ことでセットもなんか普通のそうですねだったもんね,ねなんか競り出したりもしないし、はい、飛んだりもしないしねうん、うん、<laughs> 回ったりもしないしねねだそれでやってたんだけどやっぱりそういう編成になるとさ、うん、少人数編成とかになるとやっぱり力が問われるじゃないなかなかああそうですねね、うん、あのー、日頃からこうなんか大人数と、うん、その 勢いでこうガッと音圧とかで音圧とでっかいしてでガッって、はい、お客さんを抑え込むようなライブをやる一回やると、うん、そのあとアコースティックやるのすごい怖いんだってあそうなんだそんだけ豪華なものだから、うん、東京ディズニーランドみたいなところでうわって一回ライブするとさ、うん、いろんな魔法が効いてるじゃない。あ、そそうですねだからそこの東京ディズニーランドを離れて、うんうん 踊ったりするのとかってなると、今度はお客さんの目とか、空間がまるで変わって、うん。きちゃうじゃない、<ー>なんか。うんうん、だからね、やっぱりそこは実力も問われるし。うん、いうか逆に力のある人は、力の見せ所だしね。うん、そういう意味で、はドリッカムはもうさすがですよね、なんかね。少、うん、人数だろうが、大人数だろうが、美和ちゃんは美和ちゃんみたいな、ね。そうですね。やっぱり、歌の説得力と、きわね。うん 素晴らしいライブだったよ、ね、なんかね、うん、ちょっと感動しちゃってもまああの僕はちょっとそんな強烈なファンではないので、うん、今回もあの出てきた途端のあの大号泣に爆笑して香織 <laughs> さんがずっと「笑うんじゃないの<笑>,笑わないの!」っつって。 もうみんなだってそれ俺以外の人が全員がさなんか一緒にもらい泣きして美和ちゃん大丈夫みたいになってるからそ,その人たちもおもろいね俺にとっては <laughs> もうねだって隣でも大爆笑してるなもんだ<っ>て声上げて笑ってもうびっくりしちゃった「い <laughs> さん空気読んで」と思って<笑>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 っていう感じで俺は爆笑してておかしいじゃんライブの冒頭で一番本当は演出的にも凝ってさ パーッと出てきて曲が始まった中例えばよくあるのはほらあのー、最近だとイントロがばっとかかっていて下からジャンプしてこうバーンって飛び出てくる、うんうん、マイケル・ジャクソンがバーンと出てくるみたいな、はいはい、キャプテンもこの間そうだったよね,あーたねオープニングからダーンとジャンプして出てきて、うん、あれ人力で上げるんですよ大体。うん、そうな <laughs> 意外と地味 あのミッキーマウスもそれで飛んだりかだそういうのでオープニングうわーっとなって曲にオープニングに入るみたいな、うん、一番こうなんか感動するシーンじゃん、うん、それをどうなのそのドマンドセンターのボーカリストが号泣しながらただ後ろから。<laughs> 歩いててくるっていやでもほらもう去年もねライブが中止になったりとかその直前の先月も中止になったりとかもう俺はファンの人たち <laughs> 本当にいいのかこれでいいんですずっと毎回こうやって泣いてるオープニング <laughs> 俺が見てる限りなまり結構この高い確率で毎回泣き,泣きながら出てくる <laughs> あの想定内だから大丈夫なんですいいのかドリカムのライブはいつもこれで <laughs> 今回は オープニング号泣して、うん、エンディング号泣して帰ってき、ね、そうでしたね <laughs> も,うもう多分ねあのもう今までのライブとは全然違うんですよ泣き虫さんのことそうそういいんですいいんですもう <laughs> 一緒にもらい泣きしながら終わったんですよちょっとじんとするわよねやっぱりねあのお客さんが声を出せないそうから、うん、んか声を出さないまんまでこう、うん、みんなのこう思いがやっぱりでもあれ生でやると伝わるよねなんかね あのー、美和ちゃんが完全にやられちゃって「そうぅ」うううって言ってたもんね何 <laughs> かね「う,ううってコンサート終わりの声じゃないぞあ <laughs> それを見てちょっと爆笑してたんですけどここいいんですいいんです <laughs> <laughs> 大丈夫あのお客さんとの一体感すごいわよねやっぱりね,そうですねだから、ね、なんかそういうさ、あのー、なんか力も見せつけられたというか、うん、歌の力それから 曲の持ってる力っていうのがやっぱりアーコースティックになってもね、うん、やっぱり伝わってくるっていうのはすごいですね。ですね所詮なんかその大きい演奏とかアレンジとかでわーっとオーケストラとかフルで入れても、うん、それはもうちょっとうもうアレンジとかっていうのもそうだけどさ、うん、うわっ面のものでしょなんか。うん もうな結局はその中身本体身、ね、いずれメッキとかも剥がれるんだから、うん、俺が持ってたずっと持っていたあの銀メダルだってあっという間になんか鉄になっちゃったから俺銀メダル持ってたのよなんか水泳でねあ水泳ででそれを大事にずっと持ってたんだけどもう小学校3年ぐらいの久々にじゃない小学校5年ぐらいか、はい、5年か6年で取ったんだけどスイマーだったんだもんね西さんね。 早い黒、ね、ずんだ鉄だったから、ね、あそうなんか汚い色の剥 <laughs> がれるのものなんですよ<ー>だからそんなものはねかか、うん、だからあの本物のコンサートっていうのはね、うん、やっぱりいいもんでしょうそうですね久しぶりに見られてまだけどやっぱり怖いのはさそのコンサートに行けるってなったら、うん、その今はあのもし途中でコロナにかかったらどうしよう、うん、そうですね そのドキドキすごいよね、まあ、あとはやっぱり熱がねそうそうちょっと熱出たりとかさ度とかを超えてしまったりとか体調不良になるのが怖いよ、ね、ちょっと体調悪くなるとえって思うじゃうん,うん、うん、それで今回実はあの土曜日がそのライブだったじゃないですかはいそれでね水曜木曜日の日に、うん、キッチンカーに行くときに何かちょっと ちょっと具合悪いなみたいななみたまあ、ちょっと寝不足だったかなみたいなうん、うん、ちょっと今週に,に限ってまたちょっとあの今自分のねレコーディングとかを制作を進めながら、はい、あのちょっと人のお手伝ったり、うん、あとちょっと思いついたこういう企画も同時にやったり、うん、他の人の曲をちょっと書いてみたりとか、うん、結構。 今4つ5つ同時進行すごいねなぜかなっちゃって <laughs> 誰にもその中の一個たりとも人に頼まれたものはないような気がするんだけど <laughs> 売れっ子プロデューサーみたいになってるじゃんだ問題はそれを自分が勝手にやってるっていう,う, <laughs> そ,うそれをさやっててなんかだいぶ、あのー、夜遅くまで、うん、ちょっとこれももうちょっと進めておきたいなって思って大体4時5時とかまでうん、うん。 作業する感じになって、うん、で、キッチンカーだともうね、8時とかに出てちゃうから。はい、あんまり寝らんない、その日もちょっとあんまり寝らんなくって。うん、ちょっと体調良くないなあ、なんて思って。うん、あのー、そしたら、やっぱりちょっと軽く熱が出た感じでね。はい。いつも日産低いんだよね。もう、その、あの、がね。体温変。熱そうなんですよ。平熱がすごく35度。 三度とか。引くいつも引くって思うそのぐらいなんですよ。だから三十七度とかになると、みんなはなんかあ微熱だねなんて言うけど、俺にとってはもう大高熱なんです。そう。あつ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 っていうぐらいの熱なの。違うんだね。それぐらいなのなんか感じとして。それもなんかちょっとそんなには出てないけど、ちょっとやばいの熱っぽいなと思って。なんせこれで怖いのはあの。 風邪を引いて、まあ水、それは木曜日だったんだけど、木曜日か。木曜日に俺が風邪を引くと、だいたいそれが、あの俺はすぐ一日ぐらいで治って、すぐは治るんだよ。俺女おんな早いんだよ。力技で治すのよね。それで、あのそれの一日二日遅れて、香里さんにそれが移って、で金曜日なんとかラジオで頑張っても。 結局そこであのまたあの体調が戻らずに、うん、土曜日に風邪が一番ひどいことになるみたいな<ー>それで熱が出たらもうドリカムがアウトだもんねアウトでしょ、うん、そんなことになったら、うん、どんな目に遭うか分かんないむでしょか <laughs> ま一生恨むでしょそんなのあの時にさんがあって <laughs> それだけは絶対。 避けたいし、うん、だけどなんかね、うん、あのやっぱり体調が悪くって、うん、それでお腹が、うん、お腹がお腹が緩くなって、はい、それでキッチンカー行く時もなんかキッチンカーで行った先のトイレがねあるから木曜日はわりと安心して行ける時なんだけど、うん、あのー、ちょっとなんか緩いななんか随分出ちゃうなみたいな、うん、ちょっとやっぱりだるいなっていうのがあって。うんうん でキッチンカーっって帰ったら、うん、もうね、うん、こんなあんまりこんな時間にこんなこと言うのもなんですけどなん,なんていうのかしらもう井戸かっていう井戸,あの井戸でこうやってガッガーガーってやると「はい、チャッチャッ」って出るじゃない,はい、はい、ああいう感じ <laughs>、えー、ど誰かがポンプをこうガッガーってやってるようなぐらいに「うんうん、チャッ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 ってそん,そんなだったのもうね水が、うん えー、じゃあ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 ずっと完全にお腹に来てるよ、ね、だけどちょっとお腹減ったなと思って、うん、あのドーナツを1個食べると、うん、食べた1分後に「じゃあじゃあ」ゃあって「えー、これさっきのドーナツですか?いやそう」早くなる。た <laughs> <laughs> ただろ過して水ただ水分にしてるだけじゃないですか」みたいな<ー>そんな感じになっちゃってこれやばいぞと思って、うん、それで。 あかおりさんにも頼んでねちょっとそうですねセいろがんをセいろが買ってきてドラッグストアに買いに行ってくれてねそしたらかおりさんからメールが来て普通のセいろがとセいろがん遠いっていうのがあるけどこれどっちでもいいのみたいなそう私飲んだことなくてね子供の頃からあんま買ったこともなかったからだから俺にしてみるああふなこと言うな遠いにせ遠いに普通のセいろがをこんなところに 持 <laughs> ってこないから、やつずっとセロガンの匂いやで。いやでもあのそうやってどっちなんか二つあったからどっちがいいのかなって二さんにメールメールをして返信が来なかったら普通の方を買ってたかも。セロガンの匂い知ってる知らない。セロガンの匂いすごいね。そうなんだ。まあ、ね噂にはちょっと聞いてたからか、匂いがきついっていうのは聞いてたけど。有名だ なんかでもそっちの方が効きそうかなとか思ってまあまあまあその感じそれはわかる、うんそれはなんかおばあちゃんもそういうふうに言うと思う <laughs> そう、うん、それはわかるけれども、うん、もうね生路がんの匂いはたまらんよ、うんうん、そうなんだね当分生路監修にうんずっとやられるあそう感じそっかでそれあの食べてもこうなんか 口に入れたにいが「うわっ!」って言って口に入れたら「ああ!」って言うかってって何言ってるか分かんないけどそういう薬だったあそう武器かっていうようなあんまり私は私お腹割と強いからあんまりお腹がね あの壊したりしたことなくてだから当衣を買ってきてもらったんですけど、うんそ,うね、それ間に合ったからよかったですよ,かったよでそのせいろガンをこう2日間その日の飲んで、うん、それから翌日は金曜日であの月光弾っ、はいミュージックボックスがある日なのでなんとかここはやらなきゃいけないっつって、うん、で,でまあ朝になったらあの熱も下がってるし、うん、ちょっとお腹は相変わらずちょっと。 ゆるゆるしてるけど、まあゼロか飲むと割とすごく効く。割とお腹以外は大丈夫そうな感じですね。でまああのだいぶおっしゃお上も収まったし、本当に夜の間、木曜日の夜の間だけあそこがピークだった。そう。木曜の夜がもし土曜日だったらもう無理って無理だった。も起き上がれないし、やっぱり体力も奪われるんだよね。そうだよね。 それでなんかもうきつかったんだけど、うん、金曜日にはなんとか、うん、まあ体調も戻ってきて,て,きてあこれならいけるなと思ってあの月光団もやって、うん、それでミュージックボックスまでやったんだけど、うん、あのずっとせ露ろはやっぱり朝も出てくる前にも飲んでてさ、うんねうん、それであのろ露んを飲んだまんまでこっちに来てであなるべくやっぱ食べない方がいいじゃん。 ここで4時間やっぱりずっとここに座ってなきゃいけないから <laughs> そうだよね途中で行きたくなってなんか曲がかかってる間とかだったらいいけどいや曲がかかってる間と思って、うん、トイレに行ったら俺は帰っ,帰ってこないの, <laughs> <あ>曲の間にはそ,そ,それ困るわね 困るでしょう。困るわね。シーエ三分またぎぐらいする。あ、そっか。急に無音になっちゃうもんね。困るでしょう。だから、これ食べない方がいいなと思って。そうだよね。何も食べずに、正露丸だけを飲んで。きたら。あの、ここにいるときに。ちょっと、あの、やっぱり、い、いもも、空っぽなんだろうね、ほぼね。で、ゲップとかが出たりする。で、ゲップってすると。ものすごい正露丸の香りが。 から上がっていくんだそう飲むときは遠いたる党にくるまであてそっかそっか甘くて匂いもしないんだけど、うん、胃の中で胃液でその同意さ,されたらやっているもんね課されたやら本物の正露丸にこう変わってるじゃいろ <laughs> そっかそっかでゲッゲプってするとそれが 全力の精露感が出てくるあ上がってきちゃうんだ上がっていくるじゃん、うん、それで上がってきたものがマスクをしてるからマスクにつくじゃん、うん、マスクの中にこもるじゃん、うん、ずっとここにいるんだんこう鼻と口のしんどいねここそれねずっと番組終わりまで、えー、もうずっと精露感がおる <laughs> そんな状態だったんだそんな状態で もうなんか急なんか知らんがな。いや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 知らないって投げ出さないで。交通情報とか知らんがな。<laughs> 内心そんな感じだったの？<laughs> もうそんな感じ。いやそんなのでちゃんとやっていただいてありがとうございます。ま,まあなんとかね。<うん S 2> なんとかやったけどもうだけど今回の <うん S 2> あのやられた感じはすごいよ。<うん S 2> もう俺はもうその日土曜日も土曜日の朝までずう。 と、せいろがの匂いがもう。まず、お。あの、あの周りに、こうつきまとって。いっく、あれ、だめだね、いくらシャワー浴びたりさ。顔洗ったり、いろいろ。うがいしたり、もう、いそじんしたりとか、まみがじいろいろしたんだけど。全部終わって、スクリーンになると、残るのがせいろがん。そんなに強いんだ。強いわ、せいろが。 ねえ皆さんもやっぱだいぶ使ってるみたいですけどれであそうなのね。お腹が緩いのもきつかったけどせ、うん、のろがんの匂いがきつかった今回はもう。そかだから,所詮だから同じですよ、うん、あのしょせん投したって、うん、中身がいずれ出てくるわけだから胃、うん、液にくるまれたら。だかららいくらこう 派手で豪華なステージをやっても胃、うん、液の中に入って、うん、あの、うん、むき出しになったらアコースティックになったらこうそれをその正体がわかるわけやね。ライブ <laughs> 一緒にする今回のまあ、ト,ータルトータルで言うと今回の,、うん、あのドリカムのライブはあの俺の思い